はい、どうもこんにちは。あずきがむゲーム実況チャンネルです。今日はね、画面を見てもらうとわかるんですけども、そうです、ログレスの実況ですね。ログレスの実況やっていきましょう。でね、今日今6時なんですけども、ようやくねメンテナンスの方が明け、新しいイベントがね追加されましたということでね、まだログレス開けてない方もいるかもしれないんで、軽く紹介と、あとね、今34個。微妙だな、34個。これ35個にして、ね、ガチャの方引いていこうかなと思います。おそらくね、新しいイベントが追加されてると思うんで、追加されたイベントは、タイタンゲームと世界樹の秘密っていうイベントかな？そうだね。うん。この2つかな？追加されたのは。なんで、この辺の、終わっている。終わっているではないか。一日一体、多分タイタンゲームとりあえずやっていきましょう。なんか一日一回遊べるみたいなんでね。はい。あ、デスペラートできちゃったな。タイタンボーイを討伐する。どこにいるんだろう、タイタンボーイは。タイタンボーイだって。これ多分全部かな？サンドリアとか。多分全部かな？ほんと申し訳ないな。完全に、規制になってしまっている気がする。多分これ全部かな？どれか1個でいいのかな？いやー、最近出たカムイとか、使ってる人多いですよね。いや、自分もね、アサシンよくやる身としてはすごい羨ましい。なんでみんなあんな出てんだよっていうレベルでね。よし、無事クリアか。次はタイタンケルピーと。これ多分全部回ればいいのかな？よし、10万と。いやー、なかなかね。ボン。ドン。いやー、火力が低いね。いやー、みんな使ってる武器欲しいな。今回来てるね、ガチャイベント、実はね、カムイだけではないのかな？なんかいろいろ来てた気がするな。とりあえず、全部行く？ドン。やっとね。あ、倒しちゃった。これで、みんな強いな。羨ましい。あの武器欲しいな。今回の復刻ガチャで当てればいいか。ドン。で、これもまた。強いな、みんな。ゴリゴリに強いじゃないですか。多分全部回んないといけないはずなんだけど。あれれ。探索と。全然、誰もいなかったのはなんでだ？強い。これ、タイタンのお家はやらなくていいのかな、もしかして。やらなくていいんだったらいいな。タイタンのお家って書いてある。押せてないな。タップできてないぞ。バトルが。ごめんね。あ、押せた押せた。辛いわ。おー、いいね、回復。ドン。これで。うお、食らってしまった。ごめん。皆さんごめん。俺、これ、知らなかった。強いなぁ、みんな。ああ、よかった、ミスになってる。まだ。倒して、おお、ありがとうございます。完全に規制になってしまったな。申し訳ない。で、次は、ここと。結局、
多分あのタイタンは倒さなくていいと信じたいよね。あ、はい。すべて達成でってことだから。いやー、どうなんだろう。タイタンのお家だと、名前は。ドン。強いなー、カムイ欲しいよ。こんなまだ続いてるもん、ダメージが。お、倒したぐるーっと回れば終わりだったのかな。多分そうだね。はい、無事 EP100 ゲットと。多分これで、まあ1日1回なんでね、早い方でやった方がいいですよ、皆さんは。で、この EP100 を使って石がもらえないの？あー、石もらえない。てか今回ここ究極武器入ってますね、土の究極武器。おー、これはもらってもいいかもしんないね。うん、かなりいいんじゃないかな。まあ、てな感じで、まあ皆さんは頑張ってみてください。うん。多分、みんな勝てると思うんでね。あ、ここで石1個ゲットしよう。ちょうど闇武器だしね。相性いいでしょう。ほら。全然いなかったなぁ。嫌な予感しかしない。みんな勝てないから、これタムロしてたのかな。いいね。あ、デスペラートの人入ってくれた。この武器持ってる人はもうなんか強いっていうイメージが勝手にできてる。みんな強いんだよ。よいしょ。これでどんどん削ってこう、相手を。ドン。団結の証。あ、やばい、死んじゃう。あ、うわ、強っ。勝てる気しない。あれは、無理じゃないっすか。見事にきつかったな。あれは2万4000食らってたから勝てないね、さすがに。石があと1個欲しいな。石があと1個欲しいと思ったら、あ、そういえばシナリオ追加してたね。これでいいや。多分これ話すだけでしょ。やっぱりそうだ。ということで、はい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 、よかったよかった。タイタンイベですね、今回の主なのは。で、これで35個なんで、まあ、今回はね、まだ前回ガチャ引いてからそんなね時が経ってないんで、石の方が溜まってないんですけども、まあ今回は7連ということで勘弁してください。で、今回引くのはイザナミにしようかなとも思いました、私。でも、デスペラートのこれもなんか強そうだなっていう感じがしてたんですよね。で、どっちがいいかと考えたところ、イザナミ出してから終わろうということで、今回もイザナミのガチャを引いていきたいと思います。ふぅ、頼む、出てくれ。7回しか引けないからね。ここで王冠が出てほしい。まあ、前回分も合わせたらこの辺で出てくれないと困る。ポン、究極だったらせめてね、この洋服が出てほしいかな。あん、洋服だね。まあでも王冠、いやー、今日あと4回しかないのか。デスペラートの方引けばよかったかなーなんて今も思っちゃったりするけど、究極が出てくれるのはいいんだけども、王冠、この石金がね、四股金でワンチャンね、この王冠と被るんですよね、色が。来い、くわ、まあ四股よりはマシということで、今回短いですが、ラスト、1回となってしまいました。悔しいね。
まあ、ここでイザナミ出して終わりたい。ということでね、今回のガチャ動画とね、新しいイベントのね、遊んでみた動画はね、これで締めさせていただきたいと思います。やっぱり7回じゃ出なかった。でも出る人は7回でも出るって聞いたことがあったんで、諦めちゃダメかなと思って引いたんですけどね、ここは引かずに貯めるべきだったのかな。皆さんはね、ボックスガチャぜひ石貯めてからやってみた方がいいと思います。まあ少なくとも20連100個は貯めたいかなってところですね。少なくともね、これだともうただの無駄遣いで終わっちゃってるイメージなんで、分母全然減ってねえしみたいなね。まあ200、300あればね、まあ、完璧。まあこれ全部引き切るには相当かかるんですけども、まあボックスガチャのいいところはね、ここ全部必要な武器、ピックアップで王冠のやつはね、基本必要な武器が出てるんで、まあまだね、俺職やってないデスペラートとかのね武器、これね全部引きまくって全部出ればね、まあ、それはそれでいいなっていう感じなんで、まあ、こういうのね。なんでまあ皆さんもね、石いっぱい貯めてからボックスガチャで引いた方がいいと思います。無課金の人にはね、自分無課金でやってるんですけども、ボックスガチャ結構な頻度で来てくれるんですけどもね、なかなか石の方が溜まってこないという感じです。てなわけでね、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。